ジャンイコール・バティスト・ド・ロシャンボー。ジャンイコール・バティスト・ド・ナティエン・ド・ビ・ムール。ロシャンボー伯爵。フランス語。ジーン・バティスト・ド・ナチエン・デヴァ・イマー。コモット・デ・ロシャンボー。1725年7月1日から1807年5月10日は、フランスの伯爵、フランス軍の元帥である。アメリカ独立戦争の最後の局面で、フランス軍を率い、イギリス軍を降伏させる重要な役割を演じた。 ロシャンボーは、フランスのロワールイコールへイコール、シェール県、バンドームで生まれた。ロシャンボーは、ブロワのイエズスカイカレッジで学んだ。ロシャンボーの兄が死ぬと、騎兵連隊に入り、オーストリア継承戦争中は、ボヘミア、ババリア、およびライン地方で従軍した。1747年ロシャンボーは、大佐となった。ロシャンボーは、1748年に、 マーストリヒトの包囲戦に参加し、1749年にはバンドームの知事となった。ロシャンボーは、七年戦争の短所となった1756年のミノルカの戦いで頭角を表し、不評旅団将軍、殉将に昇進した。1758年、ロシャンボーは、ドイツと戦い、クレフェルトの戦いに参加した。1760年のクロスターキャンプの戦いでは、 数カ所の傷を負った。1761年、ロシャンボーは減水副官と騎兵監査官に任命された。この地位にある時、ロシャンボーは大臣たちからしばしば技術的な問題について相談を受けた。1780年、ロシャンボーは中将に昇進し、7000名のフランス将兵と共にアメリカに渡り、アメリカ独立戦争で、 イギリス軍と交戦中のジョージ・ワシントン将軍指揮する大陸軍への合流を目指し、ロシャンボーは7月10日にロードアイランドのニューポートに上陸したが、そこで1年間も止まった。これは、ナラガンセット湾でイギリス海軍に封鎖されているフランス艦隊を見捨てることが出なかったためである。1781年7月、ロシャンボーの部隊はロードアイランドを離れ、 コネチカットを横切り、ハドソン川岸にいたワシントンと合流した。そこから、米仏連合軍は南に軍を進め、ヨークタウンを包囲した。9月22日にはラファイエットが率いる部隊も合流し、10月19日にはイギリス軍のコーンウォリス将軍を降伏させた。ロシャンボーの行動は称賛された。ロシャンボーは完全にワシントンの指揮下に入り、彼の部隊は 大陸軍の一部となった。ロシャンボーの貢献を認めた連合会議は、ロシャンボー派とその部隊への感謝のしるしに、イギリス軍から捕獲した大砲を2問送った。ロシャンボーは大砲をバンドームに持ち帰ったが、1792年に、時の政府に没収された。ロシャンボーがフランスへ外戦すると、フランス王ルイ16世に称賛され、ピカルディの知事に指名された。 フランス革命の間、ロシャンボーは1790年に北方方面軍の指揮を取ったが、革命の変転の中で1792年に辞任した。ロシャンボーは恐怖政治の間は投獄されていたが、なんとかギロチンは免れた。ロシャンボーはナポレオン一世に年金を与えられ、フランス第一帝政の間にトレイコールライコール、ロシェットで死亡した。 1902年5月24日、ワシントン DC のラファイエット広場で、時のアメリカ合衆国大統領、セオドア・ルーズベルトにより、ロシャンボーの銅像が除幕された。これはフランスからアメリカに送られたものである。除幕式は二つの国の友好関係を大きく表す、機会となった。フランスからは、大使のジュール・キャムボン、フルニエ・提督、アンリ・ブルジェール将軍、及び戦艦ゴーロワ、 ゴアルワから文献された水兵と海兵隊が出席した。ロシャンボーとラワイエットの子孫たちも出席した。ロシャンボーを祝う祭りがパリでも同時に開催された。第二次世界大戦中のアメリカ海軍輸送船、ロシャンボーは、ロシャンボー伯爵にちなんで名付けられた。また、ワシントン DC のポートマック川にかかっている橋にも、当初はロシャンボーの名が冠されていたが、 この橋は1982年に起きたエアフロリダ90便墜落事故の現場となり、後年、アーランド・ D ・ウィリアムズ・ジュニア、記念鏡と改名されている。ロシャンボーの回顧録、ロシャンボーの軍事、履歴、政治の回顧録、メモアール・ミリテア、イストリック・エポリティック、でロシャンボーが1809年にジャンイコールシャルル、イコールジュリアンス・ド・ランシバルによって出版された。 1838年には MWE ライトによって英訳され、元帥にして、白尺 R の回顧録。アメリカ合衆国の独立戦争に関わること、メムウォーザ・フザ・マーシャル、カウント・デ・アール、レラティブ・ツー・ザ・ウォー・オブ・インディペンデンス・イン・ザ・ユナイテッド・ステイツと題して出版された。アメリカで従軍中に、ロシャンボーが交わした手紙は、H ド・ニ・オールにより、 アメリカ合衆国の独立におけるフランス参加の歴史、イーストワーで LA Participation で LA フ r a n L, イ t a b リ i s ン m e n t d ツ・ディ・ a マリークと題され1892年にパリで出版された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。